絵ができたというか、はい、かっこいいよ、はい、タイトルです。で基本的にはもう画面をタッチしていくだけで、スネークさんがですね、あとは勝手にいろいろと、はい、潜入していってくれます。おーおーおー、オートマチックプレイメタルというのがですねいうことになるのかなと思うんですけども、はい、これ一番最初の冒頭のレクチャー部分ですね、その辺あたりをちょっと触っていこうかなと思ってます。はい、ちょっとストーリーお話はちょっと読めないのでもう適当にちゃかちゃか過ごしますけれども、でこれがそうですね、こうやって進んでいくと、はい、ですね、まあいろいろお話が進んでいく、ボタンを押すと、まあ、今ちょっとお話が進んでいくと、スネークさんが潜入していくという形になってきます。下にあるゲージがですね増えていくと、はい、ここですね、このゲージが増えていくと、はい、先まで行くとクリアという形、今緑色のミッション、おお、ね、もうカードをゲットしましたね。1枚目のカードを拾いましたね、はいはい、こうやってカードを拾ったカードで自分の舞台をですね、編成していくというふうなゲームになってます。でこちらですね、ゲームエンジン Unity っていうゲームエンジンを使ってましてですね、はい、ここから先結構スマートフォンでは主流になっていくエンジンなのじゃないかなと思うんですけども、こういった非常にコンシューマーゲーム機と変わらないような、はい、ね、その今私も、何の疑問もなく見ていましたけれども、はい、すごいスルスル、ね、そうなんですよね、ストレスなく動きますもんね。はい、そうですね、はい、割とソーシャルゲームでされている方はお分かりだと思います。大体あまり動かないのが多いんですけど、もうとりあえずメタルギアですし動いてなんぼでしょうみたいなことがあるので、スネークカード、ね、スネークカード出ましたね、はい、こういった感じでいろんなカードを、段ボールがダンボールから拾うっていうのはメタルギアのお約束なのでお約束ですね、はい、いっぱい入ってますね。そうですね、いろいろ拾ってきましたという形になります。はい、でこれでもうちょっと行くとちょっとボス戦まで行けるかもしれないので、ちょっと時間あるのかどうかはよく分かりませんが、大丈夫です、はい、大丈夫ですかね、はい、適当にこの辺カサカサ飛ばしますが、はい、さすがね、先に進みましょう。こう電車の中でね、こうスマートフォン触ってる方すごく多いので、はい、だと思います。今回前作でですね、ピースウォーカーっていう作品は、はい、プレイステーションポータブル用の、はい、ゲームだったんですね。で、そちらの方ではですね、まあ、それもやっぱりみんなとつながって遊びましょうというようなことが、はい、一つのゲームの核になっていたんですけれども、はい、今回スマートフォンだということですね、スマートフォンの場合はもう、プレイステーションポータブル以上にですね、はい、Wi-Fi なくてもどこでもつながるので、そうですね、うん、はい、お友達でも恋人でもですねまた世界ともつながっているということですので、世界中のみんなと、そうですね、ぜひ、協力プレイをして遊んでいただければなと思います。ちょっとボスが登場しましたね、ムービーが、はいはい、でまずボスが強いので、カードの強化をしましょうみたいな形になってましてですね、はい、この左側のスネークさんにこの右側のカード3枚を、合成するというか強化するというか、はい、何なんでしょうね、合わせてね、人を合わせてどうするのかっていうのがあるんですけど、はい、その辺もちょっと、ね、演出もちょっと面白いのでちょっと見ていただきたいんですが、やっぱりダンボールなんですけどね、もうメタルといえばダンボールダンボールなので、はい、ね、スネークさんのダンボールになんか逃げているような人が入っていくとこれ今どういう状況になってるのか非常に気になりますよね、はい、ちょっとみんなが笑ってるみたいなそんな感じになっていてですね、バーンと爆発すると、あ、新しいカードが今出てきたんですけど、ちょっと僕送っちゃいましたね、すみませんもう大事なところじゃないですか、大事なところ送っちゃいましたけども、ああやって新しい、まあ、スネークさんが強くなるというような流れに受けていただきありがとうございます。スタジオ中、はい、今みんな大爆笑でしたからね、今バーって